んにちは、管理栄養士泉です。今日は寒い日にぴったりのオートミールを使ったダイエットスープ弁当を平日5日分紹介します。これから紹介するスープ弁当は炊飯器で一気に作って冷凍するので簡単に作れるし、忙しい朝でも10分あればお弁当の準備ができます。お昼に食べるのはもちろん、作って数分で食べられるので朝ごはんや夕ごはんにもおすすめです。作り置きの冷凍弁当を食べてみたかったけど、職場に電子レンジがないから作れなかったという方や、毎日同じものを食べるのは飽きるなと思っていた方は、ぜひね、挑戦していただければと思います。動画の最後で、スープ弁当の保管時間や注意点を話してますので、気になる方はね、そちらもご覧いただければと思います。スープを冷凍保存するときに使う保存容器は、ジップロックコンテナの 480ml です。お弁当を持っていくときに使うスープジャーはこちらです。容量が 500ml でかなり大きめのタイプです。一回り小さい容器を使う場合は入りきらない可能性があるので、スープやオートミールの量を調整していただければと思います。今回使う材料はこちらです。まず最初に炊飯器を使って一気にベースのスープを作りたいと思います。玉ねぎは皮を剥きます。私は切らずにこのまま炊飯器に入れますが、玉ねぎが大きくて炊飯器に入らなかったら半分に切りましょう。炊飯器に入れていきます。炊飯器は3合炊きです。炊飯器に手羽元と玉ねぎを入れます。おろしにんにく大さじ1、水 800g を入れます。水が入りきらなかった場合は、出来上がったスープにお湯を足しても大丈夫です。材料がすべて入ったので、蓋をして炊飯モードを押します。はい、炊飯が終わりました。しゃもじで玉ねぎを崩しつつ、骨から肉が取れやすいように混ぜていきます。ある程度混ぜたら手羽元の骨を取り出していきます。今の時期だと出してる間にどんどん冷めていくので、冷めている骨からお肉や軟骨部分を取っていきます。お皿に残ってるスープも全部戻したら、ベースのスープの完成です。先ほども言いましたが、炊飯前に水が入りきらなかった方はお湯を足してください。お肉とスープが均等になるようにジップロックコンテナの 480ml に入れます。液漏れが心配な方はジップロックのスクリューロックタイプだったらしっかり閉まるので液漏れは気になりません。とりあえず私はジップロックコンテナを3つのスクリューロックタイプを2つで進めていきたいと思います。私はこの均等に分ける作業がすごく苦手なので、というか均等に分けられないので、具とスープを量ってから入れています。今回のお弁当はスープだけなので結構不安定です。冷凍庫にしまうときは平らになるようにそっとしまいましょう。はい、入れ終わりました。それぞれ味をつけてから冷凍庫に入れるんですけど、それぞれの作り方のところで説明したいと思います。うま塩リゾットを作ります。使う材料はこちらです。1人前に分けたスープの中に塩 2g とブラックペッパーを入れて混ぜます。味見をしてしっかり塩味がしてたら OK です。蓋を閉めて冷凍庫に保管します。一晩冷凍庫に入れておくとこんな感じにカチカチに凍ります。蓋を少しずらしてから電子レンジで 600W で8分加熱します。加熱している間にスープジャーを温めます。スープジャーに熱湯を入れて蓋をします。この状態で具材を入れる直前まで保温しておきます。オートミール 40g と崩した木綿豆腐を半分入れて混ぜます。使うオートミールは粒の食感がしっかりしているロールドオーツがおすすめです。
買った木綿豆腐が1個 130g だったので半分の 65g を入れていますが、木綿豆腐の量が 60g だったり 70g だったり若干増えたり減ったりしても問題ありません。はい、スープの加熱が終わりました。混ぜておいたオートミール豆腐ご飯を電子レンジで 600W で1分加熱して温めます。スープジャーのお湯を捨てて、オートミール豆腐ご飯を入れます。スープを全部入れて、チーズを乗せて、ブラックペッパーをかけたら完成です。蓋をしっかり閉めて食べる時まで保温します。はい、5時間経ちました。こんな感じです。シンプルでスタンダードのリゾットって感じでめちゃくちゃ美味しいです。鶏肉の軟骨部分もうまっ。木綿豆腐で米化するのが面倒な方はお湯でも作れますが、個人的に木綿豆腐ではなくお湯で作るとオートミールがねっとりする感覚があるなというふうに感じました。お湯で作る場合はオートミールをレンチンせずにスープジャーにねそのまま入れちゃって大丈夫です。豆腐を使う場合もめんどくさかったら最初にレンチンしなくてもいいんですけど、豆腐が冷たいのでそのままスープジャーに入れてしまうとスープの温度がかなり下がっちゃうんですよね。米化するためというよりは温めるために豆腐とオートミールをレンチンしています。オートミールが 40g だと人によっては多く感じるかもしれませんので、オートミールの量はね個人で調整をお願いします。スープをもっと熱々にしたい場合は、オートミールご飯を加熱し終わった後にスープを追加で1分程度加熱してからスープジャーに入れてください。あー、お腹いっぱい美味しく食べられました。ごちそうさまです。中華スープを作ります。使う材料はこちらです。1人前に分けたスープの中に塩 2g、 醤油小さじ1、胡椒を入れて混ぜます。味見をして胡椒感がもっと欲しかったので胡椒を入れました。味が決まったら蓋をして冷凍庫に保管します。一晩冷凍庫に入れておくとこんな感じにカチカチに凍ります。蓋を少しずらしてから電子レンジで 600W で8分加熱します。加熱している間にスープジャーを温めます。スープジャーに熱湯を入れて蓋をします。この状態で具材を入れる直前まで保温しておきます。オートミール 40g と崩した木綿豆腐を半分入れて混ぜます。使うオートミールは粒の食感がしっかりしているロールドオーツがおすすめです。買った木綿豆腐が1個 130g だったので半分の 65g を入れていますが、豆腐の量は 60g でも 70g でも問題ありません。はい、スープの加熱が終わりました。混ぜておいたオートミール豆腐ご飯を電子レンジで 600W で1分加熱して温めます。スープジャーのお湯を捨てて、オートミール豆腐ご飯を入れます。スープを全部入れて、ごま油小さじ1、万能ネギをトッピングしたら完成です。蓋をしっかり閉めて食べる時まで保温します。はい、4時間経ったんですけどこんな感じです。ごま油の香りがする胡椒がピリッと効いた中華スープです。鶏ガラスープの素は入れていないけど、手羽元の出汁がしっかり出ているので入れなくても十分美味しいです。よく鶏ガラスープ使わないんですかって言われることがあるんですけど、基本的にはね使っていません。というか買ってないから家にないんですよね。なぜかというと家に置いちゃうと常に使っちゃうからです。鶏ガラが家にあるとナムルとかスープとか美味しいからって味付けを全部鶏ガラにしちゃうんですよね。
それはそれで美味しいからいいんですけど、鶏ガラなしじゃ生きていけない人になってしまいそうで怖くて、思い切ってね、やめました。鶏ガラを使うこと自体は全然いいと思うので、必要に応じてね、使っていただければと思います。はい、あっという間に美味しく食べられました。ごちそうさまです。トマトチーズリゾットを作ります。材料はこちらです。1人前に分けたスープの中に塩 1g、 ケチャップ大さじ1、ブラックペッパーを入れて混ぜます。味見をしてしっかり塩味がしてたら OK です。蓋を閉めて冷凍庫に保管します。一晩冷凍庫に入れておくとこんな感じにカチカチに凍ります。蓋を少しずらしてから電子レンジで600ワットで8分加熱します。加熱している間にスープジャーを温めます。スープジャーに熱湯を入れて蓋をします。この状態で具材を入れる直前まで保温しておきます。オートミール 40g と崩した木綿豆腐を半分入れて混ぜます。オートミールは粒の食感がしっかりしているロールドオーツがおすすめです。買った木綿豆腐が1個 130g だったので半分の 65g を入れていますが、豆腐の量は 60g でも 70g でも問題ありません。はい、スープの加熱が終わりました。混ぜておいたオートミール豆腐ご飯を電子レンジで 600W で1分加熱して温めます。スープジャーのお湯を捨てて、オートミール豆腐ご飯を入れます。スープを全部入れて、チーズを乗せて、パセリをかけたら完成です。蓋をしっかり閉めて食べる時まで保温します。はい、4時間経ったのですが、こんな感じです。ほのかにトマトの味を感じるスープです。もっとしっかりトマト感を出したい方は、ケチャップの量を大さじ 1.5 から2に増やしてください。このトマトスープは優しい味わいなので、ブラックペッパーを入れすぎるとトマトの甘みが感じられなくなっちゃいます。いつもの調子で入れすぎないように気をつけましょう。で、私がいつもブラックペッパー入れすぎなだけですよね。はい、ボリュームがすごいのでめちゃくちゃお腹いっぱいになりました。ごちそうさまです。辛味噌スープを作ります。使う材料はこちらです。1人前に分けたスープの中に味噌大さじ1、豆板醤小さじ1、醤油小さじ1、ラカント小さじ1を入れて混ぜます。味見をしてしっかり味がしてたら OK です。蓋を閉めて冷凍庫に保管します。一晩冷凍庫に入れておくとこんな感じにカチカチに凍ります。蓋を少しずらしてから電子レンジで 600W で8分加熱します。加熱している間にスープジャーを温めます。スープジャーに熱湯を入れて蓋をします。この状態で具材を入れる直前まで保温しておきます。オートミール 40g と崩した木綿豆腐を半分入れて混ぜます。使うオートミールは粒の食感がしっかりしているロールドオーツがおすすめです。買った木綿豆腐が1個 130g だったので半分の 65g を入れていますが、豆腐の量は 60g でも 70g でも問題ありません。はい、スープの加熱が終わりました。混ぜておいたオートミール豆腐ご飯を電子レンジで 600W で1分加熱して温めます。スープジャーのお湯を捨てて、オートミール豆腐ご飯を入れます。スープを全部入れて、万能ネギをトッピングしたら完成です。
蓋をしっかり閉めて食べる時まで保温します。お時間経ちました。こんな感じです。温かくて美味しいです。結構しっかり辛いので辛いものが苦手な方は豆板醤はお好みで減らしてください。鍋の後の雑炊みたいなしょっぱい系の味で男の人でも満足できる味だと思います。スープよりも断然ボリュームがあるし、というかボリュームがすごすぎるので、オートミールの量はね、各自調整をお願いします。はい、ごちそうさまでした。カレーチーズリゾットを作ります。使う材料はこちらです。1人前に分けたスープの中に塩 1g、 カレー粉小さじ1、醤油小さじ2、ラカント小さじ2分の1を入れて混ぜます。味見をしてしっかりカレーの味がしていたら OK です。蓋を閉めて冷凍庫に保管します。一晩冷凍庫に入れておくとこんな感じにカチカチに凍ります。蓋を少しずらしてから電子レンジで 600W で8分加熱します。加熱している間にスープジャーを温めます。スープジャーに熱湯を入れて蓋をします。この状態で具材を入れる直前まで保温しておきます。オートミール 40g と崩した木綿豆腐を半分入れて混ぜます。使うオートミールは粒の食感がしっかりしているロールドオーツがおすすめです。買った木綿豆腐が1個 130g だったので半分の 65g を入れていますが、豆腐の量は 60g でも 70g でも問題ありません。はい、加熱が終わりました。混ぜておいたオートミール豆腐ご飯を電子レンジで 600W で1分加熱して温めます。スープジャーのお湯を捨ててオートミール豆腐ご飯を入れます。スープを全部入れてチーズを乗せてパセリをかけたら完成です。蓋をしっかり閉めて食べる時まで保温します。お時間経ちました。こんな感じです。カレーって感じではなく、ほんのりカレー風味って感じで優しい辛さのスープカレーです。玉ねぎとお肉の出汁が効いてていい感じです。チーズもね、いい味出してます。味もちょうどいいし、ねちゃっともしてないし美味しいです。煮込む必要もないし混ぜるだけなのに、スープカレーってカレー粉混ぜるだけでできるんだって感じです。めちゃくちゃ簡単だしお腹にもたまるのでね、ぜひ作ってみてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。今日作ったスープはオートミールも温めてから入れているので、作ってから 2,3 分程度で食べられます。作ってからの保管時間は 4,5 時間までが美味しく食べられるかなと思います。それ以降は温度が下がってきてしまって美味しさが半減してしまいますし、温度が下がってしまうということは食中毒が発生しやすい温度帯になってしまうということなので、総合的にね、作ってから 4,5 時間で食べていただきたいなと思っています。作り置きスープの保管期間は2週間から1ヶ月程度です。基本のスープベースを作っておけば、今回のメニューの他にナンプラーを入れてエスニックっぽくしたり、キムチを入れてみたりとアレンジは無限大です。今回作ったメニューの栄養価や使った保存容器については概要欄に記載していますので、気になる方はね、見ていただければと思います。職場にレンジがなくても食べられるし、朝の準備もチンして混ぜるだけなので、ぜひね、真似していただければ嬉しいです。チャンネル登録、グッドボタン、コメントをいただけると励みになります。これからも太らないレシピを配信していきたいと思います。